横長だからかな。やっぱ横長ダメなの。いつものに戻すじゃん。あとね、ここちょっと電波弱いから、途中途中途切れたらすいません。新配信だから横長の方がいいのかなと思って。なんかね、アプリが仕様が変わったということで、アプリのね、ニコニコのじゃなくて、ちょっといろいろテストしながらの配信にしばらくなると思いますので、ご了承ください。それぞれの皆さんいらっしゃい。後ろ。その可愛い顔文字で癒されちゃった。公園ですよ。今これからね、ちょっと行こうと思ってます。ここは結構有名っぽいですけど、俺は知らなかった。蚕入り上り坂、クルーズさん来るとね、ちょっと米部がバグっちゃうんで、一回立ち上げ直します。
なんか変わりました？なんかアプリが変わった、なんかアップデートしてくれたのでやりやすくなったんですけど、ね、一般のカテゴリーでやれるし、ただね、しんどいよこの上り坂、体力の衰え。俺はね、こんなこの配信しなきゃもっと衰えてると思う。喋りながら両手に物を持って山道を登ってみてください。今度しんどいから、しんどいからマジで。女30がいいの？何の男？あ、この線何これ？あ、フラッシュが5分になってないな。なってるか。これは聞こえてる？これが戦因戦没の日ってやつかな。あ、そうだ、先日に生きし船人を尊ん日の彼方に見ゆる海平らけし。この先海なんだ。海が見えない。波静かなれ、とこしえに。これ本当にやばいんじゃないの、ここ。ちょっとお祈りしとこうよ、ちょっと。どこに向かってお祈りするの、これ。これ？これでいいのかな？静かにお眠りください。
これだけなのかな。新徳丸。光ってんのと思ったらハーフムーンだ。ハーフムーンだね。あ、コミュニティオーナーありがとう。これでもさ、違うパターンだね。あ、でもまあまあ高い。いや、そうでもないな。外配信をするときに使ってた非公式のやつアプリがアップデートしてくれてありまして、延長とかできるようになりました。一時期できなかったんだけど、だからね、次役次役っていつもやってたのが通せると思います。店内の地図ですって何も入ってないじゃん、これ。TSK 出た。今日のふわっち、俺ふわっちやった？あ、すぐやめたやつかな。観音崎って、そうですね。三浦半島の先端ですって。初めて来たからね、ちょっと。とりあえず今のは千人千没の日とかいうのが、ね、下のね、駐車場とかにヤンキーが溜まってましたよ。バイクはヤンキーかな。一応行こうと思ってたけど、多分東大の周りとかさ、たむろってそうじゃない？人が。 SD さんもヤンキー側に出てた、ね、今日ヤンキーよりもね、もっと怖いね、パトカーっていうものがいましてね、パトカーがいたから路駐できなくて、ちゃんとちょっと離れたタイムパーキングに止めてきました。わざわざタイムパーキングからめっちゃ歩いた。どっちから来たんだっけ、地図が見えない。これ地図がわからない。あ、これか。ああ、これね、ここか。 OKOK。 海の見晴らし台ってなんだろう。これでも夜中に行っても見晴らせないよ。この灯台を目指して一応行きます。灯台までここから歩いていけんのかな。
この観音崎のね、駐車場が4箇所か5箇所あるんですけど、そこが全部ね、5時までとかで閉まってますね。公園は全然フリーです。おそらく灯台もフリーだと思いますけど、一応ね、車止めるとこはね、ないから。で、パトカーがうろうろしてたんですよ、そのヤンキーが多いから、多分。だからね、ちょっと離れたタイムパーキングから歩いてきました。ちょっと今日どうしてもここに来たかったんでね、もうめったに来れないから。びっくりした、動物かと思った。海の見晴らし台、メーターみたいのがあるの。セーブして、これセーブポイントか。これやばいよね。だってこれ電波もやばそうじゃない？電波もやばそうだから一回これ撮影しとくね、とりあえず。一回映像切りますね。これトンネルの途中で電波切れたらすいませんね。とりあえず一回この当たり切ってみます。あ、ちょっと延長しとこうか、怖いから。切れたら、あ、なんか2回押しちゃった。これ2回押した。意外とここ長いね。明かりやすい、らっしゃい、シャイシャイ。電波ない？今電波大丈夫？ここ人がいるかもしれないから、ちょっと待って。今どこマップがあるよ。緊急連絡先もある。優しいね、ここ。何、これどうなってんの、これどうなってんの、これ怖い。プチ樹海かも、うん、プチ樹海。
半島の先端の方だから、小高、そう、自殺の名所もそうだけど、あれ、あの、なんかあったんでしょう、戦争、なんか、俺もそういうの、詳しく知らないんだけど、横須賀だから、横須賀って軍があって、あとさっきもあったけど、船の事故があって死んでるとか、やっぱ情けなんで、ちょっとサクサク歩く。12点、なんだよ全部弱い。電波戻らない。なんか展望台なんだけどさ、ほぼ見えない。ほぼ見えない、これ夜景とか。やばいとこ、この中エリア全体がやばいって言われてるらしいよ。ちょっとじゃあまたあの電波の弱いトンネル戻るね。ちょっとまた電波ね、ここやっぱ住宅がないから電波が弱いんだけど、あの怖いトンネルもう一回戻って、ちょっと灯台の方に行ってみますね。途中でもし止まっちゃってたら一回ちょっと待っていただいて更新してみてください。多分ね、電波がないとこっちの声も聞こえないと思うので、夜は雰囲気あるよ。でもトンネル、このトンネルが別に曰くがあるとかじゃないんだけど、めっちゃ雰囲気ある。ざわざわしてる。何、コンティニュー。横須賀のね、海軍のなんか砲台なんか大南砲台
跡とかいっぱいあるんですよ、さっき調べたら。何よそれ、戦争で使ったってこと？砲台ってことは。詳しく知らないからわからないんだけど。じゃ、とりあえず電波がなくなっちゃうかもしれないので。電波戻ってる？本当ね、申し訳ないけど、電波だけはどうしようもできないんでね。また水あるよ、ここ何個あんの？こうなんかさ、一つのとこに水多すぎなんだよ、これ。1個でいいよ。なんで3個もあんの？やんなきゃいけなくなっちゃう。一桁だね、これ。5点。輝いてたのに。2点です。波打ち際の音がする。波の音がした。今多分ね、海側沿いに来た方が電波があるんだよね。からちょっと夜景が見える。見えねえか。海が見える。トンネルくぐってんの、これ。あ、トンネルの上を歩いてんのか。これは470m。こっちはなんだ。なるほどね。今日ちょっと本当はもう何か所か行こうと思ったんですけど、ここが広すぎて。残念だな。
人がいる。東屋は結構寝てる人いますね、公園だと。そっちの方が怖いですね。なんか下っちゃってるけど、これ大丈夫かな。なんか一気に、あ、これあの道に戻ってきた。ちょっとライト消しますね。これね、車で通れる道に戻ってきた。さっき車で来た。深夜ライダー。首あるかな、あれ。ここからね、俺車でここから行きたかったんですよ。ここに車止めて、ここに車止めたかったけど、もう駐車禁止ってもろに書いてあるし、ね、警察がね、なんかうろうろしてたからね、ちゃんとタイムパーキングに止めて歩いてきました。あ、セイリさんいらっしゃい。ね、これコテハン見えるアプリに戻ったんで。ここに来る。このスペースに。来たらここの道にね、ここが結構通る道で、警察が一回ねすれ違ったからね、ヤンキーたちをかっこつきすぎて、なんで、
電波が弱いね。ここ一回撮影しますね。少々お待ちください。じゃあ電池じゃないや、映像切るね。電波が悪いから、夏じゃないから虫の音がない。まだ虫の音がしないから配信はしやすいかも。風もないし、なんか海沿いだから。画面ね、あれの方がいいし、なんかね、下にスペースができちゃうらしいんですよ。これでしょ？あ、そういう意味じゃないの？そういう意味じゃないの？画面変なになってるんですか？俺全然わかんないんだけど、今は平気ですか？今は大丈夫？半分上がおかしかった。ちょっとね、電波は悪いから、もしかしたら電波の関係かもしれない。これ水の音が聞こえるのはね、もう波打ち際ですね、下の方が。
て電波に乗ってこっちにもやってくるの。これ合ってんの、ここで。今画像平気だよね。お台写真撮っていい？ちょっと一回ここで止めます、映像。映像止めてます。街の奥に何かあるね。灯台まで行けないんだけども、これもうほぼ目の前にあるんだけど、これ、ね、4時まで。別になんか何かあるわけじゃないんだね。お土産屋さんとかないんだ。まあぶっちゃけここ登ればいけるんだけどね。やめとこう。通報しないから。いやでもなんかあるよ絶対、ここ防犯カメラとか。灯台だよ、だってさすがに灯台はやばいでしょ。海辺に行けるのかな。なんか海の音がすごいする。ちょっと下降りてみていいですか。ね、満足です。ここに来れただけでも満足なんだけど、こっちに降りれるみたい。灯台の光が怖いね、夜。でもやっぱ灯台閉まってるから人いないね。いても困るんだけど。めっちゃ下ってるってことは、俺これ帰り登ってこなきゃいけないってこと。もしかして。
ってるけど、帰り登るのこれまた。これさ、昼間だったらめっちゃいい景色なんでしょうけど、何も見えねえよ。だってまた電波弱い。これ確実に電波がなくならない限り、多分俺の音声は入ってると思うんだよね。早朝いらっしゃい。あ、めっちゃ降りてきたわ。これ人いるかもな、こっち側。ちょっとね、本日はね、電波が悪い放送となっています。本日は大変申し訳ない。すいませんが、電波が悪い放送となっております。申し訳ありません。灯台の光が、これだいぶ曲がったな、全部。ここはね、もうちょっと向こうの方に戦没船員の日って先に配信したんだけど、そこがね、船で亡くなられた方が。あとはね、ここね、横須賀なので海軍基地とかあってね、なんか戦争で使われた土地なのかな、なんかそんな感じらしいですよ。だから、砲台跡とかあってね、
そうなんだよね。電波がね、やっぱね、半島の先っちょなんですよ。半島の先っちょだから、なんかね、岩肌に立ってる。飛んでちゃった。なんか、なんていうの、あの、白鷺みたいな。白鷺っていうの。白鷺じゃないのかな、わかんないよ。もう目の前海なんですけどね、何も見えないね。これ多分海の向こう側は千葉県だと思うんだけど、違ったっけ。砂浜があるけど、なんかこっち汚い。これ延長してある？今56分。ほんとね、電波がないね、ここ。あんな灯台上にあんの、よく登ったね、あんなとこまで。あと32分って書いてあるから、延長したか。今日の目玉は、あの、船員戦没の日ってとこですね、多分。そこ以外、電波がなさすぎて。海だから電波あるかなと思ったけど、意外と山と変わんないね。山の方がむしろ電波ある可能性がある。なんかすごい、なんか電波が残念すぎるね。しょうがないけど、このまま行くとね、多分駐車場の方に戻るんで、多分ね。
う、わざわざ台湾パーキング止めちゃったからめっちゃ遠いんですよ、駐車場。海の音がするのに全然海が見えないんだけど、この辺まで水が今来てるんだけど、うん、もうね、これ海沿い、海沿いの一番海沿いですぐ崖なんですよ。すぐ崖で、崖の上に灯台がある。この崖をさっきね、降りてきたんですよ。で、崖をずっと登っていくと上に灯台があって、その灯台の先にね、なんかトンネルとかあって、もうここはすぐ海、見えないけど、あ、これ全然違う。今日は星も綺麗でね、ハーフムーンだし、そしてね、何よりね、寒くないよ今日。今日寒くなくて、むしろ歩いてて暑い。もう1時半なんだ。これから 2,3 箇所行こうと思ったのに無理や。明日から寒くなる。明後日から。あ、じゃあ明日は暖かいんだ。よかった。明日、今手袋してないのにさ、あ、寒くないんだよね。むしろ汗ばんでる感じ。いいね、延長できるって。本当に俺もなんか録画するときさ、何枠も撮ってくっつけるのめんどくさいんですよ。やっぱ一枠でやれるんだったら一枠でずっと録画しとけばいいから、ね、4枠もやったの全部結合して YouTube にね、記念にいつもアップしてるんですけど、お腹空いたな。ターリンがさっき言ってた鎌倉湖っていうとこ行ってみようかな。6時間とかでもいい？まあね、車載入れたら全然6時間もやれるんだけど、見てる方もね飽きちゃうでしょ。とりあえず次どこ行きますか。選択肢は2つあるんだけど、公園歩いたからな、次池の方がいいかな。鎌倉方面行こうか。なんかトンネルがある、トンネルがある。マジか。
して電波が悪くなる。結構長いよこれ。結構延長されてる、されてるでしょ。間違って2回押しちゃった。1回押したつもりが2回押してた。これ多分トンネル電波弱っちゃうんで、またトンネルなんでね、トンネル出たらお会いしましょう。映像戻ってますか？とりあえずね、今観音崎というね、灯台があるところを山登りして下って海沿いに来ました。次行くところがね、ちょっとね、タリラン君がいないとね、なんとも言えない場所なんだよ。最初小坪トンネル行こうと思ったんだけど、小坪トンネル、一応今日はね、朝方までには家に帰りたいので、
高地なんだ。展望園地っていうのがあるんだ。展望園地っていう名前が。俺が入った入り口そこだ。入り口に戻ってきた。ここから入ったんですよね、山の中に。真っ暗。帰ってきましたよ。何時間？ 1 時間。まあ充電もね、意外とモバイルバッテリーさしてるから、意外と抜けてる。枠の一番最初を見ればわかります。あそこから入ってきました。まだあのハザード焚いてる車止まってる。さっきからずっとだよ。何時間止まってんの。警察がそこ通る時にもいたんだけど、あんま注意されなかった。レストランみたいなのがある。博物館。レストランがあるんだ。腹減ってきた。お腹空いたな。ここら辺はまだ電波戻ってるのかな。駐車場も入れない時間なのに車が止まる。行こうかな。次自販機行く前にワンプッシュもう少し行けるんだよ。さっきよりはプチプチしなくなった。あのおじさん何やってんの。あそこで車中泊するぐらいだったらさ、もしかしてこれ日の出町区かな。日の出見えそうだよ。原浜だったね。何にも見えないじゃん。何にも見えないじゃん。下砂浜、綺麗な砂浜がある。降りれるかも。いやでもね、千葉県の陸があるから、千葉の陸があるから、陸の上から
これ気持ち悪い。今東海地震とか来るのはやめてください。今東海地震は来ないでくださいね。海藻だよね。海藻ってこんないっぱい打ち上がるの？打ち上がるか。マジで今津波だけは勘弁してください。めっちゃ浜まで来れるよって。お休みの音に最適な、また眠気を誘う音に。やばいやばい、リラクゼーション。やばいやばい、来た来た来た、怖っ。あ、ケンタイなっしゃい。これね、アプリがね、アップデートした。アプリがアップデートしてくれたからね、延長できるようになったんですよ、いつでも。ニコ生がアップデートしたんじゃなくて、このアプリを作った人が多分更新してくれたの。新配信が対応できるよ。今日は寝落ちしない？いいよ、して。なんか、マニアックな石とか高く売れないのかな。6時間でもね、1回切りますよ、車載があるから。え、何これ。これ石だと思って触ったらプニョってした。気持ち悪い。金目のものあるかな。メガネ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 みたいな。いや、ないでしょ、金目のものなんて。ここって何湾だっけ。ウミウシ。気持ち悪い。ウミウシって聞いただけで気持ち悪くなっちゃった。これは貝だよ。リアトツプレゼントで明日早朝にあげるだけだけどいいですか？拾いますか何か。アサリなの？じゃあ海藻いる？早朝に明日じゃあ海藻持ってこうか。海藻食べるんじゃないのこれ。え、食べないの。なんで海を見ると心が安らぐんだろう。真っ暗で何も見えないけど。やっぱそれがね、海なし県に住んでる宿命なんですよ。海なし県に住んでるとね、海を見るとなんか和んじゃうんですよね。ちょっとちょうどいいです。明るい砂浜ないかな。それ多分食べれない食べれない食べれないか。ちょっとこの前の中部遠征でできなかったことをリベンジしていいですか。中部遠征でできなかったことをリベンジしていいですか。
いい棒が、いい棒がどこで描こうか。この前ね、描けなかった、描けなかったことがあるんですよ。本当は伊豆の海でやらなきゃいけなかったんですけど、見えねえ。あ、消えた、消えた。でもなんか浮き上がってきた。ああ、消えちゃったよ。消えちゃったアクアって書いてあるの。誰か流されたい人いますか？流されたい人いますか？じゃあ、またピョンさん、ピョンさんでも書いとくか。のが二人もいた。のが二人もいた。ケンタンはどうせすぐ流れるから。違うね。あ！ダメだ。ケンタン書かしてもらえないわ。んだけ、んだけ、んだけ生きてる。あ、やばいやばい。リアルになんか波が強い、強くなってきた。見づら、総長って書いた。見づらいね。はい、さよなら。おお、流されそうで流れない。見えないね、書いた文字が。装置を召されました。じゃあ移動しますね。時間がもったいないんでね、こんな。まあ、何やってんだってなっちゃうからね。じゃあ、ここ何湾だろう。
相模湾かな。いや、何湾だこれ。横浜のとこって何湾だ。東京湾？東京湾か。東京湾、バイバイ。あ、棒拾ってくか、じゃあ、総長のために。棒で、ここでいいか。ちょっと待って、これ何30分延長してんの。ちょいちょい、ちょっと待って待ってこれ自動延長になってる。ちょっと待ってよ、90分で終わりますね。90分でとりあえず1回終わりますね。ね、モバイルバッテリーをね、充電しますんで、多分移動中不安定になると思います。相手もびっくりした。俺だわ、マジか。声かけてよ。ちゃんとステッカーあげるから。ね、タイムパーキングまで地味にね、距離があるんでね。ちょうど90分まではやりますね。偉いな。俺、普通だったら、いつもだったらここら辺に路駐してるんだけど、ちょっと偉くなったもん、多分。でもね、24時間最大料金いくらだと思いますか？俺が止めたところ。基準がわかんないか。ちなみに横浜で今日止めたところはね、1500円でしたからね。24時間が。安い。1500円で横浜なら安い。これ棒持って歩いてたらなんか、捕まりそう。ゆうさんに何があった？人でも見ててください、ね、とりあえず90分で切りますね、一回。総長もね、また寝落ちするってことだね。三浦半島の先端でにもう2時を迎えるという絶望的だ。あと1箇所しか行けないよ、このままじゃ。どこにしよう。もうこのまま車載でもいいんだけど、ぶっちゃけ充電 80% まで戻ったから。一応ふわっち一回挟みますね。やっぱ延長できるのは嬉しいんですけどね、スマホの充電がついてこないんですよね。いや、1時間半もかかると思わなかった。ここ多分ね、天気がいい昼間に来たらめっちゃ綺麗だと思うよ、これ。この海、90分ってことは1時間半か。でも今日はこうやって延長できる配信がまたできるようになっただけでも満足だ。本当ありがとうございますって感じ。行こうかな。歩
き疲れちゃった。では帰りにあのね自販機おりますんで、ぜひそこまで起きててください。俺が寝ちゃうから。もう一箇所どっかシンスポ行って、で自販機でご飯食べたらもう最悪高速使って帰っちゃいます。そこまでが自販機でご飯食べたら眠くなりそうだな。もうちょうどいい時間だね。ちょうど今この信号のところに車止めるタイムパーキングがあるので、ちょっと延長間違っておっしゃいましたけど、おっしゃったというか自動延長になっちゃいましたけど、これ自動延長切っとこうか、今のうち忘れそうだ。自動延長切っとかないと。とついた、長かった。ちゃんとこのパーキングに止めたんですよ、証拠にね。本当に路駐をしてないっていう証拠をね、最後にね。疲れた。ごめん、止めた、ここに。ここにね、この車がね、証拠にね。夜間最大300円でございますね。安い。土日は2000円もするんだ。ね。じゃあ、お疲れ様です。